ビンです。今回の脱力はこちら。はい。ということでですね、パチンコの半金ではなぜ県外にあるのかということです。日本ではですね、競馬、競艇、競輪、オートレース以外で金銭をかけた賭博はですね、法律で禁止されていると。なので、当然パチンコもダメということですね。しかし、パチンコで換金できるのは、パチンコ店とは別業者である換金所という抜け道を使っているからなんですね。はい、パチンコでは現金を客に提供することはダメですが、景品を提供することは問題ない。なので、パチンコ店は客がパチンコで出した玉の数に応じて、特殊景品である、プラスチック、運賃やプラスチック板を客に提供すると。特殊景品を受け取った客は、換金所へ行き、特殊景品を買い取ってもらう。そうすればパチンコ店と客の間で直接的な金銭のやり取りはないため、法律に違反したことはならないということです。